おーい。千秋。朝だぞ。起きろ。長月くん。もう朝だから、学校行く準備しないと。もう朝？そうそう。早めに起きて、たまには登校前にゆっくりしよ。そうそう。千秋いつもギリギリまで寝てるからたまにはね。はあ？わかった。起きる。近くないですか？そう？これくらい普通だよ。それよりも、ちゃんと起きた？起きた起きた。びっくりして目覚めた。ま、起こしておいてあれだけど、登校するには全然早いんだけどね。マジじゃん。まあまあ、その分ゆっくり準備できるし、朝から3人でイチャイチャできるよ。え？朝からイチャイチャするの？なしろちゃんはしたくないの？長月くんとイチャイチャ、した。いいですけども。この会話俺はどんな顔して聞いてればいいんだろう。ということで、さあさあ、長月くん、私たちとイチャイチャしよう。俺の理性、頼むかな。今日も今日とて千秋は寝てるか。いや、ちょうど起きたところ、朝から数時間後、俺はいつも通り屋上で授業をサボっていた。はぁ、今何時だ？今は3限目終わった後の休み時間。もうそんな時間か。あれ？真白は？ここ来る途中に友達に呼ばれてそっちに行ってる。いくら双子って言ってもいつ何時も一緒ってわけでもないのは、なんかそれはそれで安心する。何それ？でもまあ、確かになんか、千秋と付き合い始めて私と真白、おのおのの時間も増えて気がする。なんでだろ？さあ、俺に聞かれても、ま、それもこれも千秋が私たちにいい影響を与えてくれたおかげかもね。俺、何かしたっけ？千秋はいろいろしてくれたよ。双子の私と真白と恋人にっていう、普通は断りそうなことを受け入れてくれたり、私たちのわがままを聞いてくれたり、ストーカーのこと解決してくれたり、感謝してもしきれないくらいいろいろ、それはそうと千秋。その、キス、してもいい？え？いつになく急だね。いやほら、朝3人でくっついてゴロゴロしてたりはしてたけど、そういえばイチャイチャするって言いながら、キスとかはしてないなーって。授業中思って。俺が言うのもなんだけどさ。授業はちゃんと受けた方がいいよ。それは本当に千秋だけには言われたくない。あはは。ごもっとも。キスしていいの？わかったよ。俺は座っていたベンチから立ち上がり、なしろの方へ近づく。いや。ちょっとだけ待って。ええー。なしろの方からキスしたいって言ったのに？いやまあそうなんだけど。そんなにすぐにとは思わなくて。ほら、昨日、千秋私の首筋とかにキスしてきたし、そういうところにもキスされるって構えてないと。それから一呼吸二呼吸置き、なしろは改めて俺の目を見つめてくる。その、準備、できたから、その、キス、してください。唇以外にキスされるかもって心構えしないといけないのに、俺からキスを待つあたり、やっぱなしろはいじりがいがあるなぁ。準備万端です。じゃあ、俺はなしろの要望通りにキスをすると、タイミングよく屋上のドアが開かれる。二人。ああ、なしろちゃんずるい。血が、はないけど、なんというか。その、友達とはもういいの？お昼誘われただけだったから。ええ、ってことは今日のお昼は、俺となしろだけってことか。せっかくだったけど断ったから、今日も三人でお昼食べれるよ。よかったの？長月くんとどこまで行ったのか話すので許してもらった感じだったけど、ああ。私も千秋とどういう関係なのかとか友達に聞かれたなぁ。あの不良をどう懐柔したのかとか、割と的外れなことの方が多かった気がするけど。俺、別に不良じゃないからね。ただの素行不良だし。多分、それ私たち以外に言っても信じてくれなさそうだよね。長月くんが不良じゃないって。まあ。俺、基本授業でないからね。ワンちゃんどころか。俺のことよく知ってるのは、なしろとましろかもね。それは大いにあり得る。その日の夕方。長月くん。ましろ。どうかした？俺が帰り自宅をしていると、真白が背後から話しかけてきた。なんとなく。というか、長月くんと教室にいるのになんだか違和感感じる。確かに。それも俺が普段教室に来ない弊害かな。かもしれないね。あれ？もしかしてこうやって長月くんと教室にいるのってなしろちゃんと私が告白して以来？そんなに少なかったっけ？わかんないや。それはそうとさ、長月くん。長月くんはなしろちゃんのこと好き？なしろのことも真白のことも、俺は大好きだよ。私のことは聞いてないんだけどな。ま、嬉しいからいいけど。にしても、長月くんって結構、そうやってナチュラルに相手を喜ばせる言い方するよね。いいことなんだけどさ。真白はそういう俺は嫌い？ずるい聞き方だ。
嫌いじゃないよ。むしろ大好き。優しい長月くんらしくて、長月くんは私にとって、なしろちゃんと同じくらい特別。あ、そうだ。そんな特別な彼氏さんにお願いがあるんだけど。いい？俺にできる範疇のことならなんなりと。昼間、なしろちゃんにしてたみたいに、私にもキスしてほしいな。キスすること自体はいいんだけど、双子の姉妹揃って本当にキス好きだね。それはもちろん、大好きな長月くんとするキスだから好きなんだよ。誰彼構わずキスがしたいってわけじゃないから安心して。そこに関しては何も心配はしてなかったんだけど、まあいいか。あとほら、長月くんって結構ガード硬いから、わかりやすい接触ができるのがキスくらいだから。その辺に関してはまあ。わかってる。長月くんなりに私たちのこと大事にしてくれてるんだよね。だからキスして確かめたいの。そういうこと。納得というかなんというか。それ、よ、り、もう。彼氏さんはいつになったらキスしてくれるの？はいはい。すぐにでもしますよ。彼女さん、俺はそう言いましろにキスをした。あれだね。なしろちゃんが来ると思ったけど、来なかったね。ね。まあ、いいんじゃないかな。それからもうしばらく話し、俺とましろは荷物を持ち、なしろの元へ向かった。それから数日後、なしろとましろの両親が家を開けるらしく、俺はまた泊まりに来ていた。そういえば来る前にしぐれから連絡あったんだけど、父さんとしぐれしばらくあの事務所留守にするって。お仕事が大変な感じ？あれ？千秋のお父さんとしぐれさんって何の仕事してるんだっけ？さあ、俺も詳しいことは知らないけど、人助けとかなんとか。なんかめっちゃっぽいね。うん、まあ、言わんとしてることはわかる。あれ？ってことはうちの両親もしばらく家に帰ってこないし、長月くんのお父さんやしぐれさんもいないってことになる感じ？そうなるね。別にもうめちゃくちゃ子供ってわけでもないからいいんだろうけど、しばらく私たちだけってことか。いろんなことし放題ってことだね。いろんなこととは、あはは。千秋くんはなんだと思う？ノーコメント。てか、いつぞや言ってた下の名前呼び、絶対タイミング今じゃないよね。あはは、確かに。それはそうとさ、長月くん。うちの両親もいないんだし、今日も存分にイチャイチャしよう。ずるい、私も千秋とイチャイチャしたい。おお、いつもタジタジになっちゃうな、シロちゃんにしては積極的だね。そろそろ私もいい加減慣れてきたからね。やっと慣れてきたのはそれはそれで遅くない？ってのは無粋。俺が二人をよそにそんなことを考えていると。千秋、長月くん、私たちとイチャイチャしよう。最近のなしろとましろの友好はイチャイチャすることらしい。いやまあ、今更勘みたいなのもあるけど、あと、イチャイチャと言っても、俺となしろとましろがしてるのは、三人でくっついてゆったりゴロゴロするのがほとんどだ。まあ、俺としてはなしろとましろがそれで満足するならいいんだけど。わかりました。なしろとましろがしたいなら俺もそうするよ。やったー。俺はなしろとましろに告白され、あまり経験することのない、恋人が二人いる。しかもそれが双子の姉妹という経験をし思うが、あの時、なしろとましろの告白を受けてよかったと心の底から思う。もし、あの時告白を断っていたら、多分、俺は今頃学校を辞めてたかもしれないし、なしろとましろには感謝しないと。何見る？映画かドラマか。私は前言ってたのみたい。俺は、何でもいいかな。そう言うと思った。そうして今日も、俺となしろとましろの何とも言えない甘い日々は過ぎていくのであった。